あるといえばあるな。それもあるんだけどよ、タキコの前で国の話をしねえでもらいたいんだ。巫女に変に里心を持たれては困るということなのだ。まあな、今のこの国を救えるのはタキコだけかもしんねえし。そう気にするな。玄武の巫女の決意はそんなに崩れやすいものではない。俺は周囲を見回ってこよう。富田、マリコを守っててくれ。だよ、俺らは留守番かよ。そりゃそうか。じゃ、行くか。だから、お前は留守番だっての。いいからいいから、お前はここにいろって。
そこにいるのはマリコか。ああ、この一帯をな。特に怪しいことはなかった。マリコはどうしてここに？そうか、それは気遣いをさせたようだ。いや、水なら俺がもう汲んできた。ところで、歩くのは慣れたか？普段あまり歩いたことはないのだろう。体の疲れならば休むことで回復はできる。あとは心の持ちようだな。そんなことはない。富手はそういう話し方だ。もっと気楽に接するといい。マリコは今何をしている？何のためにここでこうしている？そうだな、それはマリコ自身が決めたことだ。その目的に向かって頑張ることもマリコにできることだと。
そろそろ戻るか。富田、帰るぞ。てか、出るに出られなくなってよ。だと？人に聞こえるように話してるのが悪いんじゃねえかよ。おい、意識なく投げんなよ。何ぼーっとしてるんだ？そうか？なんかニヤついてたから見てて気味悪かったぞ。ようやく森の切れ目か。そうだな。目的の村に着くまでこっちの道は森続きだ。岩道ばっか歩いてたと思えば今度は森の中かよ。気がめいってくんな。てか、昨日までとは大違いだな。悪いもんでも食ったか？そうだな。
事なんだよ。なんでそこで笑うんだよ。気をつけろ。マリコは後ろに下がってろ。何かおかしい。マリコ、注意しろ。状況見て分かんねえのか。お前本当に巧みなのか。ふん、貴様ら失政士に用はない。どうだな。そうか、お前の名はマリコだ。何を言ってるんだ。俺はお前を捕らえるために来た。
しはしない。マリコ、なぜ俺を助けたの？それに、なんで俺の名前を知ってるんだ？父よな！目的は達した。引くぞ。待て、マリコを離せ。狙いはマリコか。ほら、起きろ。気がついたようですね。お前助かったな。いつもならスパッと殺されてるのに、珍しいんだぞ。これだけ喋れるのなら、まだまだ元気があるということですね。生かすか殺すかは、あなたの心がけ次第ですよ。さて、
こちらの質問に答えてもらいましょうか。名前は何と言いますか。玄武の巫女たちと一緒に行動しているようですが、目的は何ですか。見たところ玄武と縁のあるものとは思えませんが。元の世界、あなたは北韓国の人間ではないのですか。匠というのは先ほどあなたを捕らえる時にいたあの兵士のことですね。匠もあなたと同じように外の世界から来たというのですか。興味深いですね。あなた方は外の世界から来たということですか。確かに。それならばその変わった服装にも納得ができますね。シラ、縄を解いてあげなさい。しばらくはここに留まってもらいましょう。後で好きなだけ合わせてあげましょう。